皆さんこんにちは。今日の出得はレンコンに穴が開いている理由です。熊本名産のからしレンコンはレンコンの穴にからしを詰めたものです。レンコンとからしの相性が良く、醤油をつけて食べればやみつきになります。そんなレンコンを食べるときに、レンコンはなぜ穴が開いているのだろうという素朴な疑問を抱いたことはありませんか？そもそもレンコンはハスの根にあたる部分です。ハスは沼地や湿地に生える植物です。植物には空気と日光と水が不可欠なのは言うまでもありません。しかし陸地に生える植物とは違い、ハスは湿地に生えているため、根から空気を取り入れることができません。そこで葉から空気を取り込み、それを根の先まで送るのですが、その時にパイプとしての役割を果たすのがあのレンコンの穴だったのです。マヨネーズをつけるのもマイルドになっておすすめの食べ方らしいですよ。ぜひ試してみてくださいね。